これ多分直当て狙ってくると思うんですよね、ライジングラッシュだ。近づいて、まあ、タックルあたりをちょっと、うわーこれは下手っていうのか、それとももう思考回路が追いついてない可能性もあるよね。これどうも、ケスケです。今回は新しく追加された、神コロに全開アビリティ2つ乗っけて使っていこうと思います。まあこいつが劇場版かつレッドですね。はい、しっかり乗ってくれると。で、セルがレッドかつ再生ですね。はい、これで2つしっかり乗るんで、まあこのピッコロ自体は火力がとにかく高いキャラクターっていう印象があるんで、まあ、全開アビリティ2つ乗ればだいぶ違った世界が見えるんじゃないかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。サイヤ人パーティーかな、対戦お願いします。初手どうしよっか。紫入ってないんでメタルクーラからいきますか。はい、お願いします。初手は出しがち。紫の違うわ、緑の通りがいいね。悪くない、まあ当然じゃ当然やけど。はい、いた。オッケー、うーん、はい、メイン使おう。回避してくれるとありがたいが、あはい、うわドラゴンボールめっちゃ綺麗だぞ。はい、オッケー、押さえといて速圧いこう。うん、よいしょ、ナイス、これはありがたい。まあ言うてドラゴンボールあともうちょいやね。この火力だ、これ覚醒アビリティ2個ついてんのやばくね。めっちゃ火力高いねんけど、めちゃくちゃ火力高い、やば。 HP1 にはなるね。ナイス、くらえ。まあタックルいこう。入る、あーおいしい、使っちゃうよ。これ結構入ると思うよ、メタルクーラーの究極マジで強いからな。プラス控えメンバーダメージ、これやばくね。おっしゃー、さあラスト、あーほんま下手ほんま下手、これは下手っていうのか、それとももう思考回路が追いついてない可能性もあるよね。これバフ消し、まあ、反射神経速度がもう限界なのかもしれない。さあナイス、バニシング奪っちゃおう、バニシング奪っちゃおう、よし、くらえカメハメハだ。そこ打撃圧で突っ込んでくる勇気すごいな。でもまあまあまあ3対1なんでね、はい、でピッコロの火力もゴジータ4に対してめちゃくちゃ出とったんで悪くないと思うんだよな。危な、
あー、全部ぶっぱか。ナイス。オッケー、バニシング削った。これ特殊圧で勝ちでしょ。間に合わない。オッケー、これで勝ちですね。ナイス特殊圧。対戦ありがとうございました。歯ごたえがあると思っていたのだがな。さあ、マッチングしました。再生パーティーですね。対戦やっていきましょう。お願いします。これでいこうか。威圧感半端ないな。威圧感やばいっすね。黄色2枚か。いや、これピッコロがね活躍できれば全然あると思う。黄色2枚やしで、緑の通りもいいんで、いや悪くないと思うんだけどな。オッケー、まあ悪くないね。オッケー、まあ速攻で。うまいな。危な、強、火力高っ。もう使うか。早いな。うん。なんか知らんけどラッキーやわ。能力強化消去だ。これはな、青色落とすべきなんだよな。オッケー、青色落とすべきなんやけど無理だよな。はい、通ればさすがに落ちると思うけど。よっしゃ、メインで見るか。いやーでもな、もったいない気すんな。どうしようか。あ、見てよかったね。まあライジング溜まってるでしょうね。はい、OK。 これ多分直当て狙ってくると思うんですよね、ライジングラッシュ。近づいて、まあ、タックルあたりをちょっと。うわー、マジか。直当て狙ってくると思うんですよね。よし、それに合わされるとは思わんかった。あー早い。マジか、これは辛いわ。出鼻くじかれたね。必殺は間に合わないはず。間に合わんよ。OK。いやー辛いぞ。なんかじわじわ全体的に削られてるんで、これは相当しんどい。正味な話。ただここで控えメンバーダメージ与えることによってなかなかいい感じになる。合わせて OK。 あー早速、これはうまいわ。 OK、ああ、か、最悪ミスった。ああ、ダメだよな、下手すぎるわ。でこれ相手多分もう2周目溜まってそうなんだよな。
最速やったのに。いやー危ない、マジで危ない。おし、ナイス、これはマジででかい。メインでも回復しとこう。でこれバニシング回復もあるんで悪くないと思う。 OK、 バニシング回復を忘れてたか。ワンチャン落ちんじゃねこれ。全開アビリティ乗ってんの強すぎじゃね。逃げられるか、がんじがらめだ。あ、う、死んじゃう。おお、マジか。ライジングだよな。そのまま突っ込んでこられるとは思わなかった。残念。さてきついぞ。入んのかい。うん、まあ、まあ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 。危な。危な。話した。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は神頃に全開アビリティ2つ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ火力がね、2凸とは思えんぐらいマジで高くて、まあ、使ってて結構楽しかったですね。で2凸とは思えない硬さもそこそこあったんで、強くね、うん、結構強いような気がするわ。打撃アースの猛将もね、やっぱり凝ってるし、腕伸びる演出って結構ね作るの難しいんじゃねえかなと思うんで、なかなか気合い入ったキャラクターなんでね、皆さんよければ使ってみてください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。